1日何回射精できる？今回はですね、1日何回射精できるのか、これについてですね、都市伝説などの信憑性なども確認しつつ、先生にご意見をいただく企画となっております、先生ご自身としては1日こう何回、高校生の時だよね、5、6回ぐらいかなこんなにオナニーばっかりしてたら勉強できないと思って、勉強をしないといけないのにオナニーやつがこうあってその葛藤はすごかったけど、ただそれはもうマスターベーションであって、本当にリアルで女性とセックスでマックスやったのは24時間の中で言うと4回か5回ぐらいかな。でもすごいですね。夜2回朝2回っていうのは間違いなく覚えてて、さらにその夜に多分1回ぐらいはやってると思うから、本当覚えたての頃伊藤さんはちなみに伊藤さんはそのパートナー何回ぐらい射精をしてくれ、一日の射精してくれるマックスあるんですか？若い時ですよ、若い時、若い時、え？言っていいの？いやすごいな、俺より全然多かったな朝とか夜とかじゃなくて、連続で、連続で、もう休憩なしで、ほぼほぼ休憩なさってる。心配になっちゃいました。大丈夫かな。まあでも10代20代の若い前半とかすごいよね。年齢とともにその回数とか頻度も減ってくるわけですから、実際にこの射精自体のまずはちょっとメリットやデメリットっていう部分についてちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、先生この射精をすることで健康的な面でのメリットっていうのは何かあったりしますか？ストレス発散ですよね。一番はストレス、そういう一時的なものではストレス発散、女性もストレス発散になると言われてますから、必ず男性は射精することでエクサシーを感じるんですけど、それはすごくストレスを発散させるとは言われてますよね、じゃあまずはその、ストレス解消面では非常にメリットとしては大きいということですね、その他は何かありますか？射精すること自体でまた精子が活発に作られますから、でそのためにホルモンもいっぱい分泌されますから、男性ホルモンを分泌させるという点ではいいですよね。それは心配ならもう30代以降の話ですけども、逆になんかこう射精のデメリットとかあったりするんですか？射精のデメリットってほとんどないんですよね。僕もあんまり考えたことなくて、今回調べたんですけど、やっぱりデメリットないんです、いくら調べても。ないんです、デメリットないんです。射精回数が多すぎてデメリットって特にないんですけども、ただもちろん妊娠をさせる目的とかで性行為する場合はダメですよ。それは薄すぎて妊娠させられないんですから、それはよくないんですよね。あとはもう疲労感ですよね、集中力が低下とかね、そういうのはもちろんありきたりですけど、もちろんありますけど、それ以外の健康面ではないですけど、特にね。なるほど、よくこうオナニーをしすぎると、例えばハゲるとか、言われたりとかもしますし、あとは集中力が続かないとか、言われたりするんですけれども、この辺とかっていうのは実際どうなんでしょうか？ハゲることは絶対関係ないです、それは。それはそういう男性ホルモンが高い人がハゲるっていうイメージがあるからじゃないですかね。ああなるほど、じゃあ別にそこら辺は全然気にする必要なし、気にする必要ないですし、集中力低下っていうのはそれはもちろんそんなに疲労がね溜まりますから、今先ほどお話したように集中力が少し落ちますけど、そんなの寝ればね若い人は回復しますから。じゃあその辺は無理やりすぎなければ基本大丈夫っていう、やりすぎにあんまりデメリットはないんですよ。やらなさすぎっていう方がよっぽど良くないんですよ。逆に出さない方がデメリット、そっちの方がよっぽど良くない。それはちなみに具体的にどういったデメリットがあるんですか？テストステロンの分泌が下がりますよね、射精が少なすぎると。特にやっぱり30代以降40代以降は射精が少ないっていうのはテストステロンが下がるイコールいろんな障害が出てきますので、意識的にやっぱり射精回数を増やした方がいいと思いますけどね。なるべくしっかりマスターベーションでもするというのが大事ということですね。そうですね、あとは前立腺がんのリスクが高まるとも言われてるんですよね。月に21回以上射精をする人と月に4回から7回とかそれぐらいの人と比べて前立腺がんのリスクは全然違うんですよね。少ない通りリスクが高まります、圧倒的に。21回っていうのは週5回以上なんですよね、そうですよね、週5回以上射精することがやっぱり前立腺がんのリスクを下げるんですよね。オナ禁とか、その辺はもうむしろ逆効果というか、体の面で考えると良くないことですよね。そうですね、その勉強に集中するためにオナ禁とかね、スポーツ選手が試合前にオナ禁するのはいいと思います、それは理にかなっているので、いいんですけども、射精するとそれなりに疲労感ありますし、特にスポーツ選手とかは1日2日ぐらい溜めてる方が集中力高まるとも言われているので、それを除けば普段からやっぱり射精をすることが非常に大事です。これ以上してしまう、射精してしまうとまずいということは基本的にはないので、頻度も
多いに越したことはない、多いに、だから1日1回っていうのは本当にいいと思うんですよね。1日1回射精しようという心がけてると、実際1日1回もできない場合が多いですけど、うんうん、週5回ぐらいは可能になってきますから、はい、それぐらいの頻度で射精はすべきですし、うん、テストステロンの向上のためにも、はい、まあ、そういう前立腺がんのリスクを減らすためにも非常にいいと思いますね、うん、はい、はい、そうですね。最後にちょっと伊藤さんに聞きたいんですけど、1日の中で複数回性行為をちょっと何回もしようとする男性に関してはどう思われますか？毎日でなければいいんじゃないですかね。同棲してる場合とそのたまに会うってやっぱ違いますよね。でもたまに会ったら女性もやっぱり2回以上求めることも あるだろうし、うん、ということでですね、1日何回射精できるかっていう話なんですけれども、まあ、射精にまあ限度はないと、ただなるべく1日1回週5回以上は心がけて射精しましょうということで、皆さんなるべく意識的に過ごしていただければと思います。ではこの動画、参考になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。